ついにこの動画を撮らなければいけない日が来てしまいましたか。いきますよ。僕の名前は長谷倉。2ヶ月前に職場の上司である南川先輩に告白されて、あらびっくり。自分でもまさか男が好きになるとは思わなかったけども、紆余曲折を経て付き合うことに。あ、南川さんがいる。おーい南川。え、あの隣にいる人って。ちょっとあんたって昔からそういうとこあるよね。本当にもうほっとけないんだから。もうブリブリブリ。なんだ、結局女の人がいいんじゃないか。もてあそばれちゃった。俺は大富豪の長谷倉。最近無事長谷倉と付き合うことができたが、なんとここに3日メールをどんなに送っても返信がない。長谷倉、これが30回目の電話だ。出ないようだったらお前の家で直接行く。待ってろ。ごちん。どうしたんだ長谷倉。どうしたんだよ、急に連絡が取れなくなって。もう僕と関わらないでくれるか。この前見てしまったんだよね、あなたが女の人と一緒に歩いているところを。女の人。女。バカなやつだな。俺に嫉妬してくれたのか。だからそんなんじゃない。バカなやつだな。あれは俺の姉だよ。はい、終わり。前 BL の展開あるある、その1。付き合って2、3ヶ月後あたりに出てくる攻めとやたら距離感が近い女。大体その攻めの親族。これはありがちでございますね。次。あ、今日地獄だな。太郎、こっち見てくれ。やめろ。俺らはそんな関係じゃない。ずっと友達だったじゃないか。友達だって。俺はな、お前のことを友達だと思ったことなんて一度もないね。強引に近づく幼馴染。やめて、やめて、やめろ。おお。どうして、どうして俺じゃダメなんだ。どうしてあいつなんだよ。おお。お兄さん誰？君こそ誰だ？構わないでくれるか。まったく見てられないね。とりあえずその汚い体を拭くために俺ん家に来い。ちょっと何ですか一体。奥の動画お蔵入りだな。当て馬同士がスピンオフで結ばれる。これはあるあるでございますね。幼馴染がずっと本当はその友達のことが好きでみたいな、受けの幼馴染がずっと本当は受けのことが好きで、でもそのなんか攻めの大富豪にもてあそばれる受けよみたいなアドバイスみたいなものを送ってるんだけど、実は本当は好きだったんですみたいなですね。で傷ついてる受けよ見て、俺じゃダメかっつって、ダメですけどみたいな感じで傷ついて、でスピンオフでな、脇役キャラにしては顔がいいなみたいな感じのモブキャラがいきなりなんかメインキャラクターとしてピンオフでなんか登場してきますよね。あります。モブにしてはつらかい男は幼稚園でございます。何が幼稚園なんだよ。俺の名前は松本清。僕が生まれて間もない時に両親は共に蒸発し、金がなくて闇金に追われる毎日。ついに捕まったところ、なんとヤクザのお兄ちゃんに拾われることにヤクザの下っ端として、今日も一日頑張るぞ。僕の名前は田中幸三。お母さんがギャンブル狂い。おはようお母さん。おはよう幸三。朝ごはん？あそこにカップラーメンあるから、ちょっとタバコ切らしちゃってるから、あのアメスペイ買ってきてくんな。分かったよお母さん。5ミリ1ミリ。何回も5ミリって覚えんだバカ野郎が。早く行ってこい。ごめんお母さん。あと言い忘れたけど幸三。今日私新しい彼氏がこの家に来るから、夜帰ってこないでくれる？うん、分かった。お友達の家に泊まらせてもらえるかどうか聞いてくるね。俺の名前は佐藤勝。一見普通の国立大学生に見えるけども、実は15年前の事件で一族老頭皆殺しにされた過去を持つ。主人公受けの過去がとにかく悲惨。え、そこまで悲惨にする必要ありますみたいな。物語性作るためにもそこまでなんかヤクザに拾われるとか、なんか母親がもうギャンブル狂いだとかさ。BL 漫画の主人公は最低ライン両親引き殺されてるよね。なんで主人公は一般人じゃダメなんでしょうか。そんな不幸だからこそ主人公に選ばれてるのでしょうか。主人公にするために不幸にされてるのでしょうか。卵が先か鶏が先かみたいな話になってきましたね。次、今日は体育祭。お、借り物競争だ。下手のいけすかないイケメン。道明寺勝。勉強もできれば足も速いときたかみたいな感じ。いけすかないでございますね。なんか道明寺勝がこっちで来たんだけど。おいお前、来い。え、ちょっと強引なんじゃないの。お姫様抱っこされる主人公で、見事1位。急に俺のことを選んでいて、その借り物って何だったんだよ。どうせクラスの冴えない男とかだったんだろ。ちょっと見せろよ。話せ。見るんじゃねえ。あー、ヒラヒラヒラ。美人、どういうこと。はい、家展開あるある、そのなんとか借り物競争で選ばれがち。ミミラと付き合って1年。ミミラの両親で挨拶をする日だ。こんにちは。よく来たね二人とも。まあ上がってらっしゃい。失礼します。ちょっとせっかく来たんだから、ミミラの昔の写真でも見ていきなさいよ。え、いいんですか。見たいです。ちょっと勝手に何やってんだよ。うん、今はあんなに失敗だけど、昔はこんな可愛かったんだな。そうだろう、昔は本当によく泣く子でね。どうしたんだい。すいません、お父さんお母さん、ミミラのことを産んでくれてありがとうございます。なんか攻めが受けの両親の方に挨拶に行ったら、その家でアルバムを見て攻め泣きがち。もう無理、しんどい。ということで、ここからは皆様からいただいたあれを読み上げていただきたいと思います。戦場とかいらんのかなってあれ。それしか気にならないよね。ちょっと入れた瞬間にもうドドドドドドファンタジーで見ましょう。重箱の隅みたいなものを気にして生きてたら本当に人生損しますからね。ファンタジーです。S 字結腸とかよく言いますけど、あんなこと現実だったらまあまあの殺人ミスだと思いますからね。危険行為です、あれは。立ちで自信満々なやつがバイタチに掘られる。あの、ホストとかね。女はべらかしてました的なホストが、なんかちょっとあの、狙われてみたいな感じで、なんか、え、まさか俺がそっち側。こいつ、腰細い。ちゃんと食ってんのかよ。ボソみたい。あと、まつげ長いなね。腰細いなと、まつげ長いなと、あと、前髪薄いなはね、鉄板だよね。受けが、ないないのこと嫌いで言って、攻めが、は？体で分からせてるよ。読みたくない。ね、終わらせたい、この動画はもう
もう親の再婚により付き人兄弟になってしまう。これはもうもはやなんか少女漫画でもありあり、マーマレードボーイ的なもの。ただ甘いだけじゃない、マーマレードみたいな。は？何今の？幼い頃に止め笑いした美少女、高校になったら再会しても実は男。あ、これ絶対一つの作品特定してんじゃん、こんなの。お前素質あるな。保健室に養護教員不在。もう職務代番みたいな感じで、保健の先生もその保健の先生でグルみたいなね。初っ端おっぱじめ、その後話の経緯へ戻る。一番最初がセックスブースってめっちゃあるらしいですね、うん、知りませんけど。それでなんかね、読者を引き込むみたいな戦法なんでしょうね。僕の次の出る小説も多分あの冒頭が排便シーンから始まる可能性があります。のんけのくせにこいつは別だみたいなやつ。あ、なんかね、なんか腐女子ってなんかゲイって明言されるのは嫌みたいなとこあるよ、ね、だからこそ先天的に男が好きなんだけど、後天的になんか男が好きになったっていう、ね、本当にそんなことがありえるんですかみたいな感じ、ステータスをなんかキャラクターに加えがちだよね。そういうところが僕あんまりちょっと BL 好きになりないというか、なんか LGBT 問題になんか寛容なように見えて一番否定してるのもあなたじゃないかっていう感じで思えてしまう時があるから、僕あんまり好きじゃないなって思う時が一瞬それでありますね、うん、ゲイって明言されたら泣えるんだ。そこがダメなのね。気が弱めの受けがレイプされた過去を持ちがち。なんか過去にこういうトラウマがあって、なんか好みの性別が変わってしまいましたみたいなね。受けが攻めのこと好きだった人に乱暴される。横沢さん的な人で、横沢なのか横沢なのか、こうやって当て馬になった人はスピンオフでなんか拾われるんです。モブにしては華やかな顔してますね的な人にスピンオフで拾われるんです。ゴミ捨て場に気持ちで、でなんか過去猫属性みたいな感じでね、一人で死ぬと全然違う。わかんないです、スピンオフで当て馬が受け落ち。横沢さん、ゲイラ豪雨へラブホ行き。すごいやめたねって言って傘持って、このままじゃ凍えちまうみたいな。人間そんな弱くないかなと思いつつ、このままじゃ凍えちまう。後ろ振り返ったら、ここ入ってみないかっつって。そのままなんか制服のままスムーズに入っていきますけど、そのリアルすぎる漫画で、あの本当にあの店員さんに、あ、全然入っちゃダメだよって言われてる漫画読んでみたよね。攻めがなんかさ、スマートになんかこないてますみたいな雰囲気でさ、ここ入っていかないかみたいな感じでラブホ入ってさ、店員さんに2名出てきた瞬間、ダメだよって。全然入っちゃダメだよ。その言葉でところを見て、受け側が蛙化現象を起こして、最終話みたいな感じでね。世界一初恋最終巻、落ち。蛙化現象で分かれました。しょうもない。あまり腹立つぐらい雪が素直じゃない時がある。ね、これこそそうじゃない。世界一初恋ってね、順序の間違ったぐらいだったら僕、ちょっとギリ分かるんだけども、読まされたことがあるからね。てか、アニメも、ノブ君とかがやってるラジオがちょっとあったからね、ちょっとだけしてるんだけども、この近藤隆さんについてはちょっとね、なんかもういつも言ってんだバカ野郎がみたいな感じでね、近藤隆さんとかの渦井天元なんだけどもね、その、ね、世界一初恋ね、僕何が好きかってのは BGM 好きなんだよ。あの、大学時代僕勉強するときね、この世界一初恋の BGM サントラでね、なんかね、いい曲があったんだよ。たた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 、これだ、恋は切なく。これは、この曲はね、すごいいいの。無自覚な受けにお仕置きセックス。自分は絶対攻めって意気込んだ方が、受けっぽい子に組み敷かれて、こんな初じゃってなるやつ。うん、だからホストにありがちです、ね。俺が女経験どれくらいあると思ってんだよ、みたいな。平成初期あるあるで、闇オークションで売れる受けと、3億ぐらいで買っちゃう。ごめん。くそわかる。闇オークションありがちですよね。はい。攻めは女と受け、くっつくべきと受けが悩む。ワンクール内で BL としたらね、あともね、半分ぐらいで付き合うまではいくんだけど、最終話の2話前ぐらいあたりで、やっぱり攻めの人はお金持ちだし、いい家柄だから、俺なんかがくっついていいわけがないんだ、みたいな感じで結婚を意識して別れるので、そのなんか最終回は2話前でなんか一悶着みたいな展開ですよ、ね。そんなの関係ねえって大雑把の、大雑把って言っちゃダメだけど、付き合う前で一腹、結婚を意識してもう一腹みたいな感じがワンクールでセットです。女みたいという悪口漫画の求愛発揮。じゃあ女でしようって。名前大体朝日奈、わかります。はい、なんか朝日奈いるよね。なんかブラコの登場キャラクターみたいな名前は結構いっぱいいますよね。どうすればいい、教えてくれよ、泣かせるつもりなんで。朝日奈、マサオミ、合いそうですね。右京、右京はちょっとあの相棒すぎるな。要、ありがち。夏目ね、夏目って名前は好きだね、BL 作家さん。あとスバルね、もう僕にとってはもう木村昴かなってお風に思っちゃうんだけど。あとイオリね、イオリもみんな好きね。女子はイオリって名前が大好きですね。なんかね、木村昴さんがね、なんかダウンタウンさんとの番組で、ね、俺のものは俺のもの、お前のものは俺のもの、ドイツ語で言ってくださいって言って、そのドイツ語でそれをなんか言ったのがなんかかっこよかったみたいな感じになってる。マインゾイクイスダインゾーグゾーゾーグゾーグウンドゥダインゾーグイスオーグマインゾーグオーグがね、俺のものもまた あのオルソーみたいな意味なんですよね。これ確か教えたけど、マインゾーグ俺のもの、リストが B 動詞ですね。ダインが前置詞で、ゾーグがまたもの、ウンドゥがアンドね、でダインがまた前置詞ですね。ゾーグもの、イスト B 動詞、オーグオルソーみたいなもんで、ね、マインがマイン、ゾーグがまたもの。あの、どうしたら一応ドイツ語専攻してたんで、っていうかこれ何の違い、あ、終わった。どなたでしょうか。ちょっと今回久々に近年稀に見るクソ回と言いますか、撮影しててすごい気持ち悪い気持ちになっちゃったんですけども、ね、少しでもなんかわかるわと思った人も本当にできてもチャンネル登録よろしくお願いします。はい、それでは今回動画は以上になります。チャンネル登録、高評価、TikTok に引き抜きしてください。頑張ります。誰が買うんだろう、味に7星を押せて、ライゴと猫絶賛発売中です。概要欄からチェックしてね。7星くついたインスタグラムは僕だけが生きる世界で自由性が登録。それではまた来週も見てくださいね。じゃんけんポン、プッ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 プ。